エレクトラシュコダ 10T10T は、チェコのシコダトランスポーテーションとイネコングループによって開発、製造が行われた路面電車車両。アメリカの路面電車市場への参入を目的に設計された車両で、当初はアストラというブランド名だったが、2019年現在はエレクトラとして展開が行われている。チェコの路面電車向けに製造されたレーサンティー。 アストラを元に開発された形式。製造は、チェコのシュコダとイネコングループの合弁事業の一環として行われ、シュコダは電気機器を、イネコンは車体や台車の設計を担当した。安全基準がヨーロッパと比べて厳しい、アメリカ国内での使用に対応するため台枠を強固なものに再設計したほか、運転台周辺には補強材が追加されている。電気機器は、 オーストリアのエリン、制動装置は、ドイツのクノールブレムゼが手掛けたほか、冷暖房装庫を管理した空調装置は、アメリカの企業である、サーモキングによって製造された。編成は、両運転台式の三車体連接車で、動力台車が設置された両端の車体は、床上高さ 780mm の高床構造である一方、中間のフローティング車体は、 床上高さ 350mm の低床構造となっており、編成全体の低床率は50%である。上高扉は両側面に3箇所設置され、うち2箇所は中間車体に存在する。車内はクロスシートを基本としており、中間車体には車椅子やベビーカー向けのフリースペースが2箇所設置されている。北米への導入に際して合衆国政府からの 補助金は用いられておらず、一定の割合で、アメリカ国内で生産された部品の使用を義務付ける場合アメリカン法の対象から外れている。ジューティーは、軽重編成が製造され、以下の路面電車路線に導入された。これらの車両は安価で導入可能な路面電車車両として高い注目を集めたが、それ以前から両社の間には不均衡や不安が生じており、ジューティーの製造においても、 シュコダ側に5000万コロナもの損失が生じる事態となった。この事例も含めたシュコダとイネコン間の対立は、訴訟合戦へと発展し、最終的に2001年をもって、合弁事業は解消し、両者は独自の超低証電車の展開を行うこととなった。ジューティについては同年以降シュコダ、トランスポーテーション側の単独ブランドとして展開されている。 イネコン12トリオ合弁事業解消後、路面電車車両製造を手掛けるイネコングループの子会社として設立されたイネコントラムでは、アメリカ市場向けとして、シュコダ 03T や 10T を元にした12トリオが展開されているほか、蓄電池を搭載し非電区間での運転を可能と、し百121トリオの製造も実施されている。ユナイテッドストリートカー百二千六年、シュコダは、 アメリカ・オレゴン州に本社を置くオレゴン鉄工所との間にライセンス契約を結んだ。それを受けてオレゴン鉄工所の子会社であるユナイテッドストリートカーは 10T を基礎とした部分超低小電車を製造しポートランドストリートカーサンリンク DC ストリートカーへの導入が行われた。ありがとうございます。